い石の家じかかと新し流と家道場藩しのやじかから1488年5月26日は、室町時代中期から後期にかけての武将、剣豪、元千葉氏うじ日本武道の源流の一つである、天津聖殿、かと新し流の創始者、日本標法中高の祖、中高闘争の子祖とも言う、校内者法名を長異性、長異、 官名を山城とする。弟子には、松本正信、塚原康美樹、諸岡一羽など、元中4年、下宇佐国カ取軍藩篠の村の講子である、飯塚金兵衛の子として誕生。はじめ千葉市に仕えたが、交渉元年、千葉市十八代当主、千葉種典が、幕張高種の裏切りに遭い、千田省に逃れるも自陣して果て、千葉市総家は滅亡した。 千葉思想家に仕えていた家次家は、この様を目の当たりにし武芸を持って、武士として生きることに、虚しさを覚え、そして、武術とは互いに血を流し合う、戦のためのものではないという信念のもと、剣の極意、武術の奥義を極めるための修行に打ち込んだ。内次家は、武神共通出身を祀る香取神宮の奥の宮に近い。 め木山にこもり、千日の厳しい修行の末、兵法とは平和の方なりとの悟りを得たとされる。この修行で、梅の古木の上で、何時、後に、天下見閣の死とならんと、共通主神の啓示を受け、一貫の新章を与えられたとし、このことから共通主神に由来する名を冠した、天神聖伝、カトリ神闘流を創始した。なお、家塾は、天神聖伝、 香取神道流を創始するにあたり、古くからの剣術の流派として、香取神宮と鹿島神宮の神職に伝承されていた、香取の剣、鹿島の剣をとにし、それまで決まった、型のなかった日本武術の世界において、百般にわたる武道の原型を体系化した。また、真実の武道は、人の心にあり、人の道である。心の中が善であれば、 武芸は人を助け世の中を平和にする。従って、自分自身を完成された人間に近づける努力をしなければならないと門人たちに悟し、心身鍛錬の術として武士から庶民まで広く教えたとされる。晩年は、如意山地福寺を創建したと言われ、長京2年に死去。京年百二。ありがとうございます。